ちょっと下から。寒いんだって。まあ別にいらないんだけど。ちょっとどうやって外すの、加工。どうやって外すんだっけ。落ち着いちゃった逆に。外し、あ、これだ。こんばんはに、尾上です。ちょっともう私は今日はすごく大変な一日だったんですよ。とてもとても、もうって感じなんですけど、もうって感じ。頭痛い、本当に。私今日大変すぎて、もうね、怒るとかじゃないしさ、もう普通になんかもう、あ、もう大変って感じやった。大変ふっふっていう感じな一日だったんですけど、また明日か明後日か話しますね、ゆっくり。まあ今日はとりあえず病院に行ってました今日はあれですね、通院みたいな感じでしたね。なんですけど、まあ大変なんですよ、本当に。この世はなんかお水着ついてないのかな、もしかして。いや、やっぱポジティブにいかんといけんけん、これも全てね、いい未来が待ってるって思ってるんですけど、いつも悪いことがあったらポジティブに生きていきたいと思います。せーの、えいおーです。皆さん辛いことも乗り越えましょうってことですよしかも2キロ太ったし、マジで2キロ太ったし最悪ですよ。私、節分までは2021年が2月。本当ですか、2月から運良くなる。こんなハメにしてるけど、すごい。見て、今日のカラコンめっちゃなんかキラキラしてて可愛いですね。このカラコンキラキラ。やばい、またハメにしちゃった。なんか言いたいことあったっちゃけど、何やったっけな。なんか言いたいことあったっちゃけど、何やったっけな。なんか言いたいことあったっちゃけど、今日いっぱい寝ましたね。今日いっぱい寝て、まあ、ちょっと病院行ってご飯食べて、カブトムシ娘とご飯食べた。そうで、スタバ行った。スタバで、あ、最近スタバでね、そうスタバで最近あれにハマってるんですよ、アーモンドミルク。なんかさ、ミルクはアーモンドミルクに50円ぐらいで買えられるんですよ。それがめっちゃ美味しくて、アーモンドミルクにもうハマりまくってる。食べました、牛丸ってとこ。今日初めて、人生で初めて行ったんですけど、牛丸ってとこでキャベツいっぱい食べた。なんでセレブなの、なんでセレブ、なんでやねん。50円カスタムしただけじゃん、スタバで。ヨジロベーこんにちは。あ、もう呼び捨てしちゃった。ヨジロベーさんこんにちは。あ、ヤシロベーさんだ、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとヤジロベーってドラゴンボールやん、間違った。ヤシロベーか、ヤシロベーさんこんにちは。ツッコミ下手くそごめん。ちょっとね、今日ね、お水着ね、いつもがこれぐらいやったらマジでこれぐらいいっちゃうね。あんま変わらんやないかいでも本当にちょっと いつもよりね、お水着の調子良くないっちゃうね今日、マジでひどい。カブトッチ、え、何の話さ。カブトムシ元気ですよ。なんかそう、最近なんかよく携帯をいじってますね携帯をいじってるってかな、携帯を変えたんですよね、13プロに。カブトッチもだから、なんかフィルム書いたり、携帯カバーをなんかごそごそ掃除したりしてる。うちで、自分家でやれよってみんなから言われてるんですけどうちの家族からなんだけど、いつもなぜか仕事終わったらうちに帰ってくるんですよ。そう、新品
いいなと思ったんですよね。なんか新品いいなとか、黒なんですよ。黒カブトッチ黒なんです。私ゴールドなんですよね、13プロゴールド。けど黒めっちゃかっこいいと思って、そう黒いいなと思った。え、何、名前呼ばれる人羨ましい。誰誰誰誰の名前呼んだっけ私今え、やばい、カブトムシ娘帰った気する今。ドタンバタンって言う。そう服もね、服そう黒が好きなんですよね。お洋服も黒、黒が多い。マジで黒がすごい好きなんだけど、13プロも黒が良かったんですよ。けどなくて、当日ゴールドとシルバーやったかな、しか残ってなくて、青と黒がめちゃめちゃ人気やった、人気やったとで残ってなくて、でシル、あのゴールドになったって感じ。腹は黒くないよ、腹は真っ白白。あ、危ない危ない危ない危なすぎる、危なすぎるってば。今日そういうした、いや運転したよ。マジで最近運転上手くなりすぎて、マジでみんなにそろそろヘタピマーク返すわ。ヘタピマーク3月で取れるんですよね。去年の3月に取ったんだよね私免許。だからついに私も、そうだよ今日もロデオクラウンズこれです。ロデオクラウンズ、ロデオクラウンズやったっけ、クラウンやったっけロデオ、ロデオって呼んでるけど、ロゼオの服マジで好きなんですよ。さっきもお母さんと、あれ 50% オフなってないかなって言って二人でゾゾを見たりで眺めてた。やっぱね 50% 引きの時とね 30% 引きじゃね全然違うんですよ。 50% の時はねマジで本当に安い、2000円台で買えるもん、お洋服が、可愛いお洋服が。そうそういうことそういうこと。え、ちょっと待ってねえ、爪さ剥がしたの、ネイルちゃんと。えらいね、お水木ほんとお水木は爪をしっかり剥がしていい子にしてました。 ZOZO で借りて、借りパクって何、 ZOZO で借りパクっていう、そんなことある。あ、そういえば今日ねエレナに行ったらね、なんかね、なんか私エレナで働きたいと思った今日。そう店員さんに話した、私エレナで働きたいですって。でさ、マジエレナいいですよね。なんかずっとあの音楽聴けるのいいなと思って。でれれれれれれれ急にパオパオとって言ってさ、なんかいいなと思って、私あれ聴いとったらずっと幸せになれるマジで。そうバイトしよっかな、エレナ。え、エレナってさバイト募集してんのか。お水木のレジ、え、確かに私超のろくてマイペースなんですよね。マイペースな上に多分お客さんにめっちゃ話しかける。え、ノイローゼなるの。ノイローゼって何でしたっけ。ノイローゼ嫌になるかな。あ、確かにね。あ、でも私人生で1回だけ、あの人生で1回だけあれしたことあるんですよ。お洋服屋さんで職場体験学習みたいなのしたことあるんですよ。その時嫌になった。そういえば嫌になった。ちょっとどこのお店かは言わんけど、マジでな、歌ったらバレるもんねそのね、なんか歌がねもう嫌でさ、もうずっと聞きすぎて。そう、なんかスポーツ店なんですけど、スポーツ店なんだけど、畳んでお洋服、畳んでずっと、わあずっとお洋服畳むの疲れたなと思ってそんな時にさ、めっちゃテンション高くさっていうのがさずっと聞こえてくるの。あー、もううるさいなと思ってそうずっとなんか歌ってるから、なんか確かにその歌は嫌いになったっていう話。中2かな、中2の時にね、したさ、あの職場体験学習みたいな感じでさ、私全然行きたくなかった行きたくなかったっていうか希望してないとこに行かれた、行かせられたの。人がなんかもう大人の事情か知らんけどさ、何人までしか定員がダメですみたいになって、私そっち希望してたのにみたいになって、行きたくないけど、まあなんか洋服畳む方に連れて行かれた。そうけど、まあ楽しかったかな。それは嘘。なんか
お洋服たたむのは楽しかったけど、私がしたかったのは違かったそう、私は保育園に行きたかったんですよ。子供がちっちゃい子大好きだから保育園に行きたかったんだけど、定員なんか落とされちゃった私落とされちゃったの。そう、でも小学生の時行きましたね、小6の時。マジで可愛かったもん、マジでブロックで叩かれたブロックで4歳ぐらい5歳ぐらいの男の子がずっと追いかけてきて私を叩いてくるんですよ、ブロックで。楽しかった、一緒に遊んで。あんこちゃんこんにちは。あんこちゃん呼び公認、名付け親からもさん、こんばんは。どちら様ですか、名前わかんないラユかわいいさん、こんばんは。そう、楽しかったですよ。で、何の話ですか、これは。何の話なの、今日の話しよう。今日は何曜日でしたっけ、木曜日か。知ってる人、嘘やん。ちょっと出てきて、おせんとって、おせん。なんか、あのアイコンも見えんけんさ。渋谷お散歩お兄さんはかっちゃんやろ、もはや庭散歩庭お兄さん、渋谷お散歩お兄さん、もはや庭かっちゃんな気するさね。かっちゃんやろ多分ね。あんこじゃの手やすこじゃ、何それ、何の呪文吉野凛ちゃんありがとう、またね26個ありがとうございます。誰、散歩お兄さん、こっちゃんじゃない、違うか。ツン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 、それはどうかな、それそうだ、そう、それでしかないよ絶対、そうでしかない。なんか話ありますか今日の話。まあ今日はとりあえずスタバで最近ハマってる。俺何の話。あ、ジョニーさんありがとうございます。あ、私さくらんぼ、あれお月様みたいな。今日ずっと寝とった、寝とったか。私もたくさん寝たよ、幸せだった。たくさん寝て、千と千尋の話するって言ってたね、そういえば。まあ千と千尋はね、もう何の話何の話、どういう話、千と千尋の話しようってさ、難しいですよね。あんだけ嬉しそうに言ってたくせにさ、なんかさ、とりあえず私は一番好きですね千と千尋。あのジブリの中でやったらあれと並んでツートップやね、あのもののけ姫、もののけ姫と千と千尋が一番好きなんですよ。けどあの蛍の墓もすごい好きで、なんか蛍の墓定期的に見たくなるんですよね。なんか蛍の墓はマジで見てほしい。みんな見たことない人います、いないか、絶対見てほしい。見ないよね確かに、もう有名だしね。3つ好きですね、ここ小栗子坂から。私ねそれ見たんですけど、見たけど全然ちっちゃい時に見たから覚えてなくて、ちっちゃい時に見た以来見たことないんですよね。そう、もののけ姫と千と千尋と何だっけ、学校で見るのか。蛍の墓はなんか2年に1回は見るんですけど。そう、あー仮暮らしのお水木、あーこっくりこっちこくり小坂よりは見たことあるけどね、内容ちょっと忘れてきちゃった。いやー千と千尋はいいよね。何がいいかって、なんかわかんない、なんかジブリってさエモいですよね千と千尋ってマジでエモいんですよ。あ、私もののけ姫よりやっぱり千と千尋の方が好きかもしれん。千と千尋が僅差で好きだって。なんか千と千尋の方がなんか私的にエモさが勝った、エモさが勝った千と千尋の分かる人おる？蛍の墓見たことないと見てほしい。なんかねマジで涙が止まらんくなるけん、涙止まらんけんか、マジでもうあれよ、
なんかあの次の日お休みの日とかに見た方がいい。え、タイガさん応援してます、ありがとうございます。尾上瑞希です。頑張って2キロ痩せるのでこれからも応援してください、ね、2キロ痩せるからみんな待っとってね、本当に。まあ痩せるよちょっと切れ気味じゃなかったよ、まあ、痩せるよ、痩せるけん待ってて、頑張れって。ありがとうございます、ジョニーさん、頑張るよ。期待はしてない。でもさ、みんなこの間私さ、イベント前に2キロ痩せるって言ってちゃんと有言実行したじゃん。体がポニョなの、どういうことどういうことなの。ポニョだよ私ポニョなんかい。頑張ってください、頑張ります。2キロぐらい痩せれるわ。ん、アイドルさんですか。はい、アイドルです、みんなのアイドルです、みんなのアイドル、おみずき。ごめんなさい調子乗って。お腹がポ、あ、そういうことか、おみの腹がポニョか、なるほどね。でもね、なんか、あ、でもな、どうしよう、これがこれぐらい可愛いかな。でもせっかく伸ばしたしな、もうちょっと伸ばすって言ってたもんね。でもね、なんかここぐらいの、なんかこれぐらいのこういうこういうあれにしたいんですよね。こういう、なんで、なんですか、お好きまた発生、お芋切りたい、一緒切る、いい、え、いいですか。なんかちょっとだけあのミディアムぐらいにしたくて、これぐらいに、ちょっとこれぐらいにしたいなと思って、そっちの方がなんかいろいろアレンジできるかな。いや、どうだろう、わかんないな。でもこの髪もこの髪でしかできない、そう、セミロングみたいな、なんかミディアム、ちょっとミディアムロングぐらい、そう、ボブ、長めのボブみたいなのにしたいなと思って、ウィッグにしてプレゼント。え、ウィッグしてみたいんですよね。私一回もやったことなくて、エクステとかもつけたことないし、すごいさ、なんか髪伸びるのめっちゃ早くて、私、そうだけんか、な、悩んだことがないんですよね。髪が短い時に、はあ、長くしたいとかなくて、うん、おかんが来た。そう、なんかさ、変態説あるよね、なんかよく言われるんですよね。なんかめっちゃ髪伸びるの早いって言ったら、え、変態なのとか言うんだけど、そんなことないですよ。それは本当に迷信だからね、みんな。でしょ、迷信だよね。そう、おかん俺だ、おかんもう寝ちゃったよ、目に行ったよ、さっきあの音は。やめてくださいど変態、いた、今日私牛丸行ったんですよ。牛丸って、牛丸行ったんですよ。そしたらね、やけどしたんですよ。あの熱々の鉄板あるじゃないですか、熱いのでお気をつけくださいって言われた瞬間に、私ジュって言っちゃってそんなことありますか。それから、あのプレートを持った時にここが当たっちゃったんですよ、ここがジュって。それで私もう、あまりにも熱くて、うわーっと思って、あっちって言ったんですよ。そしたら店員さんが、あ、大丈夫ですかって言ってくださって、超神対応だったんですよ。その後、全然大丈夫ですって言って、めっちゃ笑いよったさ、みんなで。そしたらね、後々あの保冷剤を持ってきてくださって、そう、一回あの戻ったんだけど、保冷剤を持ってきてくださって、え、めっちゃ神対応だと思って、いや本当にすいません、そんな大丈夫だったんですけど、すいませんすいませんって言って、あの冷やさせてもらいました。そう、マジで、あ、なんか申し訳なかった、私の不注意で火傷してるのに。そう、めっちゃ神対応だなと思って、牛丸好感度アップ人生初めての牛丸だったんだけど、もうグッドだったね、びっくりした。マジで、こんな神対応してくださるんだと思って。え、牛丸知らないの、牛に丸じゃん、ひらがなの丸です、牛丸。食べログに書いとこうかな、こんにちは、今日はありがとうございましたって。本当に素敵な、あの対応していただいてありがとうございましたって。え、牛丸知らないの、牛丸知らないの、みんなやば、牛丸し、そう、ここ奥にあるやつ、そう、ここ奥行ったんですよ、
未来長崎ココウォークに行きました。なんか久しぶり行ったんだけど楽しかったですよ。牛丸知らんと、やば、知らない、知りません、だってやば、みんな牛丸知らないで今まで生きてきたのか、なんかごめんねマウント取って。でも牛丸は美味しいんですよ。ミラココ知らんと、ミラココも知らんとか、ダメね。長崎にはミラココが一番大きなあれなんだよ。九州ローカルなんだ、へえ、そうなんだ。牛丸、牛角行ったことない。牛角ってあれでしょ、焼肉屋さんじゃない牛角って。そう、水木ってマウント取りがちなんだよね。マウント取れないんですよ、 ほとんど。あの生きていく中で、生きてきた中でお水木がマウント取れる瞬間っていうのがほとんどなくて、だから取れる時に取っとこうって感じですね。焼肉屋さんね、行ったことないです。成功園なら行ったことあるよ。成功園ならよく行ってるよ。焼肉は成功園が一番好き。あ、何このリップ、変なの、変な塗り方。牛角しか知らんと、私だって牛角知ってますよ。でも牛角と牛丸は別人なの。やばい、煮すぎてちょっと目が腫れてるな。見て、赤くなっちゃった鼻につけとこうかな、真っ赤なお鼻の。あっ、本当についちゃったふざけてつけたつもりが本当についちゃったはず。お腹かいさんは、え、本当についたんだけど、どうすればいい本当につくとは思わんかった。え、本当についちゃった。まあこれがエフェクトってことでいいや。これフィルター、フィルターっていうかスタンプみたいな感じで。スクショタイムだ、お鼻にも。あ、でもいい感じ、馴染んだわ。あ、でもなんかやばいやばいやばい、なんか鼻に塗ったのダサい。あ、ケンケンさんありがとうございます。え、ね、鼻につけたのなんかさ、なんか酔っ払いみたいな、やだ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 。え、ケンケンさんありがとうございます、かわいい。ハート、ハート、やばやばい、ちょっと待って、ここにダサいのが見えてしまったわ。最近私ね、ねえ、気象じゃないでしょ、初期でしょ。ね、見て見て見て、最近ほら見て、こう私ね、なんかユニクロで初売りで500円ぐらいで売ってたんですよ。これ1000円やったっけ、500円やったっけ。ヒートテックがさ、めっちゃ安くで売ってたの。でもピンクしかなくて、私黒が好きなのに、ピンクしか売ってなかったから。でもバブシャツなんて見えないじゃん、みんなに。だから いっかと思って、ピンクのババシャツ、うん、に今日からピンクのババシャツで。え、なんか手先めっちゃ赤くない？手先、手先赤、え、ちょっ、手先赤、ダサって言ったね、ダサって言った人。え、動くとか必要、あ、かったあかったあかったあかった、もう動かんけん一緒。はい、じゃあここで、ここで決めた。寒い、マジで寒い、もうマジでみんな寒いっちゃけど、寒い。あ、そういうことか、これでこうしたっけ、赤いだけかアホじゃん、全然気づかれた。ビルディさんこんばんは。今日も北海道からお送りしてます。マイナス30度、マイナスなのかな、生きていけないか。でもマジで本当ね、ここ北海道かもしれん、寒すぎる誰キモって言ってきた人がおる。あー、もう誰ね、あっ、インテリア草さんだ、インテリア草さんだ、キモって言ってきたよ。生きていけない30度は。こんばんは。長崎マジで寒いよ、マジで。一回来てください、一回来てほしい、マジで。でもさ、分かってるよ、長崎より寒いんでしょ、東京の方が。分かってるよ、けどやばい、今は私はね、ここが一番寒いんじゃないかと思ってしまうぐらいマジで寒い。そんなこと
ない起床しかコメントしちゃいけない配信とかありますか起床しかコメントしちゃダメな配信とか見たことないんだけど。寒い、大分も寒いよね確かに。ちょっと待って、今日話していいですか、ドラゴンのあのリュウくんの、リュウくんのリュウさんのあの私がゲットしたいって言ってたダウンあるじゃないですか、あれねついについによ、みんな聞いて、あのもらえそうなんですよマジで、本当に本当にそのさリアクションみたいに機種を入れてくるのやめてくれる、え夢見たのリュウくんの、そんなことあるいややめてよそのさコメントの前に載せるじゃない、あの付け加えるのは何、そうでもねもらえそうなんですけど、まあまあ条件あり、条件付きですよ、もちろんタダではくれんかった、そう新しいダウン買うけん、新しいダウン買うけんいらん、古いのあげるよっていう話で、新しいの買うけんちょっと新しいの買うちょっと加勢してみたいな、うん、いくらか加勢してほしいみたいな話で、どうしようかな、でもまあ1000円2000円であのダウンもらえるのか、本当買おうかなと思ってたんですよあの相方のじゃないんです、私が2000円ぐらい出さないといけないから1000円か2000円か知らないけど、まあ、まあ1000円2000円であのダウンをゲットできると思ったら安いな、気象予報士でそれは完全にイルカさんへの悪口じゃん、気象イルカ気象まあそれはしょうがないぞ、だからまあいい条件っちゃいい条件ですよね、ちょっと寒い、ちょっと寒すぎるからちょっと体操座りするわ、そうね少しは感謝しますか少し、そうね、まあやでもねちょっとボロいんですよね、あれよく見たら破れてて、破れてるからなって感じ、キショかわいいって何、クソかわいいみたいな、鬼かわいいみたいな感じでキショかわいいってやめてないですか今日キショかわいいねとか絶対流行らんけんやめても、マジ今日キショ寒とかありえないからそんな日本語やめて、やばいね、でも私そうみんなさここにさ今突然入ってきてくれた方とかさ、みんなこのリスナーさんファンの方みんなお水木のこと気象って言っててさひどいって思うかもしれんけど、これは私の自業自得で、あの初期ってあるじゃないですか、黒板初期とか言うやん、なんかかかり気味で初期ってあったやん初期ってさあるじゃん、あおめにしてる、はめにしてる、なんか初期ってあるじゃん、別にあの黒板初期じゃなくたって何でも初期ってあるじゃん、それを私初期のことを起初って呼んでたんですよ、そしたらそっから なぜかなんかあのみんながさすごい根に持ってるんですよ、初期のことを起初って呼んだこと、みんながさあのめっちゃ根に持ってるの、忘れようよもう、ハメにしてる、それは起初いなって起初だけに、そんなこんなでお水木はもう気象好きって呼ばれてるの、呼ばれてないわそんなこと、根に持ってるんでしょみんな、私が間違ったからってハベに気象朝から待つよ、何ですかそれ、朝から待つよって何、朝から待つよ、朝から待つよって誰そう初期のこと起初って言っただけでみんながねあのもうみんなが一生忘れないぞっていうぐらいの勢いでみんなが言ってくるんですよ、ねハベにしない、なんかハベにしない方法って何、なんかハベにしちゃうの嫌だな、本当に根に持ってないですが記憶に根付いております、あ何それブロッコリー、あ違う木か、根付いてるね、そういうことね、あそう髪は切るか切らんかっていう話なんですけど、もうちょっとしてから切ろうかな、でもこの髪の長さもね可愛いしいろいろできるからもうちょっと待とう、で3月ぐらいの春ぐらいになったら切ってちょっと春っぽく、で冬はこの長さでいく、で春はあのちょっとミディアムにしてなんか爽やかにしよう
冬はちょっと重めにするわ、寒いし。なんかすごい鼻赤いもんね、やっぱ塗ったからかさ。ねえマジで寒い、ここの部屋どうにかしてよ。おうちん、おうちんに文句言うわ、寒いから。え、ちょっと待って、これどうなってる。え、壊したら怒られる。え、ちょっと待って、壊しそう。あ、これ傾かないのか。え、ちょっと待って、なにこれ。あ、ちょっと壊れてるよ、壊れてます。何これ、めっちゃ斜めった。まあ、いい、よくない、ちょうどよくない、ほらこれぐらいで。え、椅子、椅子ない、椅子あるよここに、腹筋のやつ。え、4度ってやばくない？4度 C ですか。え、4度 C の宝石かわいいよね。4度 C の宝石、見に行ったことあるけど、マジでエグ高すぎて、ちょっとやっぱビビった、ビビり散らかしたの覚えてますね、高校生の時に。もう少し厚着しないのってね、本当にバカだからお水着。あっ、いいもの見っけ。ちょっと待って、なんか汚れてないかな。汚れてないね、いいもの見っけ。ジーンズいた、これ着ればいいんじゃん。でもこれさ、私買ったんですよ。よいしょ。え、なにこれ、やだ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 、これ買ったんですよ私、これを、これをね、このねコートをね、みんなにお披露目しようと。これね、結構前に買ったんだけど全然着てないや。え、なにこれ、じゃーん、見える。ちょっと待って、全然見えんわこれ。このコートをね買ったんですよ。ちょっと大人っぽくない？だって、あーでも見えんか、まあまあ見えないわ、ちょっと見えないくてすいません。まあ、とりあえずコートを買ったっていうことを伝えたかった。ちょっと待って、可愛くない？ほらね、新しいコートをゲットしましたっていう話でした。まあちょっと前なんだけど、早く言えよって感じでしょ、なんですけど、まあまあゲットしました。ありがとうございます。はい、回収回収。なにこれ、うわ、ちょっとコート着るだけでこんな息上がってて大丈夫かい。この懸垂器具にでもかけとくか、私の。怒られちゃう。いいよいいよ、ここにかけとこう。おいしょおいしょ、どっこい、おいしょどっこい、おいしょ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 、取ります。あ、やばい、なんか恥ずかしい。ちょっと足元がなんか毛玉ついてるから恥ずかしいわ。あ、これみんなに見せようかな。汚いけん、ちょっと汚いけん、ちょっと汚いけど、まあいっか、みんなに見せようっと。よいしょよいしょよいしょ、はい、ただいま。あれ、こんな低いところで配信してたの、私さ、低すぎやろ。どんな体勢、あ、こうか、こう配信したらいい高さになるのか。かっこかわいい、マジで本当よかった。それはまた全身着てるとこ撮りますね、コート。写真インスタに載っけよう。マジで寒い、ビビ君温めてお水着を。あら、画質悪い。あら、なんで、なんでやねん、なんでやねん。え、画質悪い、ふへへって笑ってる声じゃないわ、画質悪いの。ちょっと近づける。寒い、マジで寒かよ、温めたい、温めてくれ、寒いんだよ、おみじきは寒すぎて。汚いな、このぬいぐるみ。なんか漂白してない、なべさんは漂白してないけど行方不明のまま壁にしちゃった、恥ずかしい。
むしってないんだけど、これは中学2年生の時に私が手作りで作ったぬいぐるみです。名前はケンジなんかケンジっていう名前にしてた気がするな、気のせいか。あ、こう暖房つけれるのか確かに確かにそうやわ。え、待って、ここ暖房効くんじゃない？今ここにエアコンあるけど、このエアコンって暖房つくのかな。あ、でもコンセント入ってないな、つくのか。え、かぶった？何何ですか？手作りだよ。キショマルやめてよ、キショマルかぶるってやばくない？暖房つきそうな雰囲気してるわこのエアコン。確かにね、早く言ってよ、おうちに聞いてみる明日ね。見て、これ私が作ったんですよ。これね、なんかヘルメットみたいで、ビビ君、これね、みんなびっくりせんで、このねぬいぐるみ、私ね学年で一番点数良かったんですよ。すごい手先器用なんですよ、水木多分ね学校の先生がケンジだったのかなわかんない。でもなんかケンジ、なにこれ、なんか伸び、そういえば今日ペットショップ行ってさ、めっちゃ犬欲しくなっちゃった。もうマジでチワワ可愛くて、もう私のこと好きって言ってたもん、あの目が。もうチワワと思って育てようかな。ていうかこれ犬じゃないやん、牛やん。牛やないかい。あ、牛年やったとに、去年まで活躍できんかったね、ケンジ。じゃんじゃんうるさいやろ。この中にね鈴を入れたんですよ。鈴を入れて作ったんですけど、まあ、これで私は学年で一番点数が良かったっていう噂を聞きましたね。なんかこれ点数がえ、牛だよあ、ごめん、犬です。犬です。これそう、私ずっと牛って言ってたら先生にこれ犬だよって言われたんだった。そうこれ犬でした。そう犬なんですけど、点数をつけられるんですよこれで。そう、縫い目の縫い方とか、なんかこうどんだけ器用にできるかみたいな感じで、そう点数がつけられるんだけど私 ABCDE みたいな感じでつけられるんですよ。で私 A の人がこのクラスに2人いますみたいな言われて、あ A だーと思って、一番良かった人 A プラスですって言われて、あ A プラスだーと思って、私A プラスで確か学年一番だって言って喜んでた気がします。そんな思い出があります、この犬に。すごい、私の体感がいいのか、このケンジの体感がいいのか全然落ちないんだけど、こんなゆらゆらしてるのにビビ君との相性がいいのかな、何なの。でも全然落ちない、ほら、え、落ちんよ全然。ここまでゆらゆらして落ちないことある？やっぱ私のこのあれかな、体幹っていうか、こうボールさばきがいいのかな。いやボールじゃないわーって聞こえてきた。リン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 、おーすごい、ここまで揺れても落っこちん、ほら。あなたがゆらゆらするだけで、もうアホみたいだった今こんなやってて、もうやめちゃう。バイバイケンジ、投げました。まあそんなこんなでさ、何の話だったっけ今日。何も話してないじゃん、ちゃんとした話してない。え、もう12時回ってるんだ、早っ。え、マジで早いですね配信中って、やば。なんかさ、15歳ですやめてそれ。15歳ってさ中途半端すぎてさ、本当って思われるやん。4歳とかやったらあれやけどさ、ん、もう寝ますって。ポッポさんおやすみなさい。おやすみポッポさん。ポッ
この丸のとこで、これポッ、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい。なめさん、ボタン鍋愛好会な、ボタン鍋にされたのか、なべさんもついに。まあ30分の予定が1、でも今日私12時までしかする予定ないんだけど、そろそろ終わらないと。いや、あ、逆か、こっちかポッ、ここら辺だよね、なんか感覚的に。ちょっと あの耳が聞こえないんだよね、これ。お、声が大きくなってしまう、ビビ君つけてると。はあ、なんか顔がすごいなんか寂しくなっちゃうな。撮った途端、かぶり物撮った途端、なんか私の顔が寂しく感じてきたわお、わお、わお、もうこれでいい。ああ寒い寒い、早く寝なきゃ、早く寝る、早く起きる、早く寝て早く起きるぐらいさ、小学生でもできるのになんで私はできないんだろう。丸いか、丸いんですよ揺れてる、風邪気をつけてねって。気をつけんと寒いけんね、ほんとすぐ風邪ひきそう。なあちゃんも風邪ひいとったし、なあちゃんは何やったっけな、あの何やったっけな、何やったっけ、あの喉のやつ、扁桃腺9000円、急性扁桃炎みたいなやつだやったらしくて、まあ、つい最近あったんですよ。そしたらもうかわいそうなぐらい声出てなくて、はっ、いいじゃん、あ、久しぶりみたいな感じで、いや声出てないやんって言って、全然声出てないやんって。そう、扁桃腺9000円、そう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 、それそれ、扁桃腺9000円だったんですよ。そう、それでみーちゃん久しぶりって言っててめっちゃ笑っちゃったわ私なんちゃんまだ声出ないのって言って、そう、1週間苦しんだらしか大変やったねって言って、でも元気やったよ、元気やったけど声が出らんって言った。いい顔も喜んでないけど喜んでないけど、ちょっとなーちゃんの声が出ないのがちょっと、もうちょっとなんかちょっと面白かったよね。カスカスすぎてさ、全然声出てないやん。なんかずっとボイスメッセージで今声出ないみたいな話をしてたんですよ。ボイスメッセージじゃ声送ってって言って、あの、あ、なあちゃんですみたいな本名で21歳ですとか言ってて、ずっとこうやり取りしてたんですよ。それでついに声が出るようになったけん遊びに来るって、そう、なんか仕事、お仕事のついでに夜ねみたいな感じで夜ね寄ってくれたとよ。そしたらさ、なんとびっくり、声出るって言った後に全然出てなくてびっくりした。いや出てないじゃん、全然全然出てないじゃんって言って、そう、なんかさ、順調に良くなってるのかと思いきや全然全然声出てなくて、ちょっと笑ったよねみんなで。でそれ出たうち入らんよって、治ってないよそれって言ってね、かわいそうだけど、まあ治ったんじゃない、もう治ったでしょそろそろ。ちょっとボイスメッセージ送ってって LINE しとくわ。もうかな、いやさすがにもう治ってるっちゃない、全然大丈夫だよ心配せんで全然大丈夫だよ。そう、なっちゃんなんかめっちゃあの強い強いけん、そう、なんかさ面白いよね、あの突然なんか正月みんなさ幼馴染でさ人生ゲームやってるのにさ熱出してなあちゃん来れなかった。まあ笑い話ですね去年は私だったのに去年私がじんましん出て、なんか風邪気味のじんましんだったんですよ。体調も悪かったんですよ。そう、それで年末、ね、年末年始は全然みんなに会えなかったんだけど、そう、今日の今年はなあちゃんだった。そう、幼なじみ結局誰か一人いつもいないみたいな説あるわその説ありますね、誰か一人いないのかもしれない。でも一昨年はみんないたのかな、そう、誰かいない。何ですか、
願望だから許せって、何それ。あ、こんばんは、ひらがな斉藤さん、こんばんは。来年は誰だろうね、毎年なんか一人ぐらいいないよね。ね、私なんか昨日、去年一番気持ち悪かった。そう、サボりっぽく思われるじゃないですか。だから嫌なんですよ、私学校休むのも、その年始のまんま休むのも。なんだけど先生にはもうめっちゃ言った、本当になんか変なじんましん、なんかじんましんが出てて、すごいサボってる人みたいじゃん。ね、そう、正月ボケみたいな、そう思われるのが嫌だったんだけど、あ、だからその専門学校の先生には見せました、その後、先生こんなになったんですよって言って。気持ち悪いの。それみんなにね送ったんですよ、いろんな音、みずき今こんな状況ですって言って、写真送ったら見せないでって言われた。ごめんね、気持ち悪くてごめんね。まあ仲いい友達ですよ、ほんとなんかそんな知らないお友達に気持ち悪い画像を作りつけたわけじゃなくて、すごい仲いい友達に、ね、もうちょっと気持ち悪いんだけど私の顔でも。しかもね、すごいショックだったんですよ、自分だって。みんなに見せて楽しんでるとかじゃなくて、普通にショックだったの、自分の顔面がこんな荒れちゃうなんて。まあ3日4日5日ぐらいで治ったからよかったけど、最初はちょっとショックだった。なんかもうお風呂入るたんびに自分の顔面をお風呂の鏡で見て、あ、これいい、なんか後になったらどうしようと思って、そう、後に残ったらどうしようっていう心配もあったし、なんかもう 見たくなかったもん自分の顔。しかもお風呂入る時めっちゃ痛くて、ジンマシンがで、洗顔もできない、スキンケアもできない。スキンケアはまあしないならしないで別にいいんだけど。そうでも洗顔もできないし、でもあの冬だからすごい乾燥するじゃないですか、だから乳液とか塗りたいのに塗れないしみたいな感じで大変だったんだよ。みんな聞いてる私の話。そう、送ってほしい、やばいよ本当、みんな引くほど気持ち悪いけやめた方がいい。本当にやばかった、痛かったんだよね、ほんとヒリヒリして。そう、それが去年の、うん、もうちょうど1年前ですね。聞いてなかったか、みんな。なあちゃんのとこまでは聞いてた？なあちゃん声出ないってとこまでは聞いてた？なあちゃんも出るかな？出るやろうね、もうそろそろ。マジで欲しいね、マジでやばいよ本当に。もう みんなの前に立てないっていうあの判断で、ね、私はエイトちゃんを一周ずらしてもらったんだから。本当にやばかったんだよ。でメイクでめっちゃ隠して、1月の9日ぐらいかなにやっとショールーム配信をしたの。イエーイ元気になりましたって言いながらも、すっぴんはめっちゃ汚かった、左だけ。そう。こんばんはから聞いてなかったの、1時間ずっと1時間あったのに、やばい、なんか歯が痛い、見たくなるけどね。携帯変わったっけ、写真ないわ。携帯もう一個の前のやつに入っとるかな多分。そう、でも一番おでこがひどかった。こっから綺麗にピーンって線引いたようにこっちだけ荒れて、でここもブツ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 ってなって、ここもここら辺もブツ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 、鳥肌立ってきた、もうあれ思い出したら、なんであんななっちゃったんだろうね。なんかあれ、まあ、ちょっと気持ち悪かったですよね。なんか左だけだよ、ストレスとか溜まってたのかな、そんなことないよね。ね、サブイボって何？寝ても治らなかったんだよね、なんか全然いっぱい寝てたのに。サスケみたいって、何サスケ。ねえありがとう、なんか最近なんかめっちゃ褒めてくれる、ゆしのりさんが嬉しいな。やばい調子になっちゃった。そう、特殊メイクしてたんですよ。でこう、もうああいうことにならないように頑張ります。なんか原因不明だったしね、なんか何なんですかね、やっぱりストレスとかかな。いやストレスとかない、ストレスとかない。ないないない、
あ、今日は本田翼さんに浮気してるかっちゃんが、その分バランス、あー、お水着後ろの中ですとバランス取るのが必要なのか。次は自暴かって、何ですか次は、あ、ロボ、あ、違う、ジローボー、ジローボー、次はロジローボーですか。あ、ランキング読みます。第1位ケンケン、ありがとうございます。第2位かっちゃん、多分かっちゃん、ありがとうございます。第3位ジョニーさん、ありがとうございます。第4位よしのりん、ありがとうございます。第5位ブリントさん、試合中、あ、試合中だって、忙しいとか、アーカイブぜひ見てください。ブリントさんありがとうございました。第6位ん、ちょっと波なの、誰誰誰、インテリアクザさん、ありがとうございます。第7位くまくんありがとうございます。第8位おのちさん、ありがとうございます。第9位ポッポさん、ありがとうございます。第10位しげきさん、ありがとうございます。第11位笑顔ニコニコさん、ありがとうございます。第12位もっくん、ありがとうございます。第13位ロケットスニーカーさん、ありがとうございました。明日はちょっとめちゃめちゃ忙しそうな意味の予定なので、もしかしたらラジオになるかもしれないです。もしかしたらラジオになるかもしれないけど、配信はしようと思ってるのでぜひ見てください。おやすみなさい。みんな寒いわ、ここの部屋本当に、もうどうしてくれるさ、もう休んでいいからって、ありがとうございます。そう、今日はジンマシンラジオやった。おやすみなさい。3、2